で、フィンランドの人に、なんで幸福なんですかって聞きまくったんですよ、その旅行った時に。誰もが言った答えだけが、答えが一つだけあって、それがなんか教育がいいっていうことに言われたんですよね。こんにちは、わいわい、よよすけです。さあ、今回もやってまいりました。成功者のヘキサゴン、今回はリモートでゲストをつながっております。参りましょう。今回の成功者は、世界27カ国の幸福度が高い国を中心に巡り、世界一周。そして現在は、教室から世界一周プロジェクトというものを立ち上げた、株式会社ウトックの堂原由美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。堂原さん。はい。お久しぶりですね、本当に。はい、嬉しいです。ありがとうございます。今、どこに住んでるんですか？あ、今は東京に住んでます。はい。あ、でも地元ってこう名古屋ですよね。そうです、名古屋です。あ、名古屋とか、まあ、そうですね、愛知県。愛知県で。はい、はい。まず、今、簡単に言うと、ウトック ?WTOC とかで、ウトックっていう会社は、堂原さんの会社なんですか？はい、あ、はい、そうです。どういう会社さんなんですか、それは。ですね。まあ、メインの事業が、まあ、世界の、国の教室、まあ、学校の教室と、日本の、学校の教室を、まあ、オンラインでつないで、まあ、たくさんその、同世代同士の意見交換の場をこうどんどん作っていくってことをやっていて、うん、で、今、本当、世界30カ国以上、100校以上と、まあ、つながって、たくさん事業を作ってます。はっきり言って僕の知る堂原さんじゃなくなってます。いやいや、変わってない。いやいや、もうやってること、ま、もう全然変わってるでしょ。ということで、はい、じゃあちょっとね、事前にいただきましたパラメーターを軸にいろいろとお話を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。説明しよう。成功者のヘキサゴンとは、人脈、行動力、財力、アイデア、運。そして残り1枠は自分だけの成功要素を記入。自ら6段階で評価し、パラメーター化したものである。はい、じゃあちょっと早速見せたいと思うんですけど。はい。はい、パラメーターはこんな風になっております。ドン。お、結構バランスよく数値が出てるなって思いますけど。はい。これちなみに、はい、全部同じ時期、はい、もしくは今とか、ある時点とか、うんうん、なんかそういうのってなんかこだわったりした数値ですか？特にこだわってないかも。なるほど。じゃあもう今の現在に近い形ですね、はいはいはい、振り返っての。そうですね。はい。ああ、わかりました。じゃあちょっとそれをもとにお話をしていきたいと思うんですけども。はい。まずですね、行動力からいきましょうか、やっぱり。はい、はい。まあ、ここが一番、もう今回の一番の濃厚なところだと思うんですけど。はい。何世界一周旅行してるんですか？はい、なんかもうちょっと。ずっと同じとこに居すぎたので、まあ、じゃあそこら辺の話もね、はい、伺っていくってことで、はい、幼少期はどんな女の子だったんですか？幼少期はスポーツが好きで、うんうん、得意な科目体育みたいな感じで、で、まあ、スポーツ万能でいった、うん、まあ、いろんなものやったり活躍してたんですけど。活躍してたってことは、はい、なんていうんですか、はい、大会とかなんか種目で出たりしてたんですか？そう、一応まあ部活は水泳部入ってて、でまあ県大会とかまあ行ってたんですけど、例えばそのなんか学校の、まあリレーとかはもうなんか絶対まあ、アンカー走ったりとか、なんか選ばれてたりとか、あとまあ球技とかでも結構リーダー的になったりとか、結構なんかスポーツがすごく、はい、得意でしたね。体力テストとかもなんかすごい1位とか取ったりとかしてて、なんかなんですけど、うん、はい。まあでもなんかそういう風に、で、まあやっぱり部活がすごく特に力入れてて、ずっとやってきてたんだけど、うん、まあでもその高校3年生の時に、ちょっと足の靭帯切っちゃって、うんうん、で、そこでなんか、で、結構スポーツでやっていきたいっていう気持ちもあったんですけど、うん、それで、まあちょっと諦めて、で、まあ、手術したんですけど、ちょっとやっぱり不具合があるから諦めて、で一応そこではその、まあ、ESS っていう大学の時代に英会話の部活に入ったりもしたんですけど、そこで結構なんだろう、転換をしてたっていう感じではありますね。あ、じゃあもう高校までは結構体育会系のスポーツ少女で、はい、あ、そうです、そうです、はい、で大学からがこうちょっといわゆる文学少女というか、はい、そうですね、なんか結構好きな社会活動をやりだしたみたいな、スポーツっていうのがなくなって、じゃあその何に興味あるのかなっていうふうに考えた時に、うん、やっぱり、まあ、世界とかそっちが好きだったので、なんで
英会話の部活に入って、で、まあ、オーストラリアのまあ短期留学とかもなんか学校で大学であったので、うんうん、まあ、そういったのに参加したりとか、はい、しだしたっていう感じですね。じゃあもう大学の頃からそういった世界自体には興味がもう芽生えてたってことですか？はいはいはい、そうです、多少はあって、でただ、なんだろう、社会的活動も結構そこから始めていて、うん、なんか例えばその、あの FM 三重さんで、あの、うん、NPO のなんか番組を作るっていうのがプロジェクトがあって、そこに参加したりとか、あと大学が三重大学だったので、うん、で三重テレビさんの仕事やったりとか、あとその中日新聞でその学生記者っていうのがあって、そういうのやったりとか、なんか社会的なそういう活動にもすごく興味があったので、なんかそこでこういろんなことをやりだしたっていう。で、まあ、就職、いわゆる社会人になってからが僕が知る堂原さんになるわけですよね。あ、そうですね、はい、そうです、そうです。いわゆる広告代理店に入られた。そうですね、はい。広告代理店何年いたんですか？ですね、16年。そのめっちゃ結構いますよね。はい、めっちゃいました。もう、言い過ぎた。言い過ぎた。いやいや。いや、でもね、はい、その社会貢献とか、はい、そういうことを大学で経験してて、はい、広告代理店に入ったっていうのは 何が理由だったんですか？ああ、それはなんかもっとできると思ったんですよ、そういった社会活動。例えば地域のための戦国武将文化を広げるっていうことを、まあ、あの広告代理店ではやってたんですけど、それってまあ一種の地域貢献だと思ってるので、うん、なんかそういうイベントとかがもっとなんかたくさんできるのかな、まあ、あと面白いこととかも好きだったので、なんかだったら広告代理店がいいかな。なんかそのメディアとかも思ったんですけど、メディアって案外そのなんか、実際ある事実を伝えるみたいな感じだと思っちゃって、うんうんうん、広告代理店だったらなんかもう少しこう自分が生み出せるかなと思って、うん、広告代理店に入ったっていうのが理由ですね。お、はい、なるほど、はい、でまあね、あのとあるまあ、名古屋の武将隊ブームっていうのの火付け役の、はいはい、いわゆるもう創設チームにいたわけじゃないですか。ああ、そうですね、はい、ありがたいことに。で16年間勤続して、はい、結構あの何て言うんですか、はいはい、遅まきに気合い入れたなみたいなそうですね、はい。だ何年前でしたっけ、辞めたのが2019年なので。2年前、はいですね。でも2年しか経ってないんだ、まだ。あ、そうですね、経ってないですね、はい。その辞めようと思った、まあ、もう長くいたっていう感覚もあると思うんですけど、うんうん、多分それだけじゃないと思うんですよ。うんうんうん、なんで辞めようと思ったんですか？ああ、なんか同じとこにいると、まあ、やっぱり同じことの繰り返しになっちゃうなって思ったので、なんかもう少しなんだろう、自分できることあるんじゃないかなと思ってたっていう、なんか人生100年時代って言われる中で、なんか今とどまったらなんかもうそのままなんだろう、同じことの繰り返しで終わっちゃうかなと思ったんで、うん、いや、やめようとは、まあ、結構ずっと思ってたんですけどそうなんだ、はい、うんうんうん、だけどあの、まあ、特に、まあ、あの初めはやりたいこともやめて何やるかって全然決まってなかったし。あ、そうなんですか。そう、そうです、そう、実はそうなんですよ。じゃあまずはやめようと思ったことが先に立ってたんだ、はいはい。あ、そうですね、まあ、あとその、ね、名古屋 の、 その代表的な集団がすごい好きだったので、うん、なんかそれがやっぱり辞めたくても辞められなかったというか、それが面白くてしょうがなかったんでずっといたんだけどっていう感じはあります、うん、はい。でね、まあ、今だとコロナ禍とかで大変だと思うんですけど、まあ、そうなる前に、はい、だったからこその決意と行動だったと思うんですよ。はいはいはい。いかにして世界一周しようっていう思いになったのか。うん、そうですね、まあコロナの前だったから、うん、で、あって、その要はまあ辞めて、でじゃあ新しい道を作っていかないといけない中で、自分の絶対自分の好きなことじゃないとやらないって決めてたんですよね、うん、あのなんだろう、それじゃないと自分力全く出ない人間なので、だからそれを見極めないとやばいことになるなと思って、でいろいろ考えた中 で見つからなかったんだけど、じゃあ何やってる人が羨ましいって感じるかなって考えた時に、やっぱ海外めっちゃ行ってる人だと思って、うん、だったらもう海外に、なんだろう、携われることをがっつりここでやっとけば今後仕事にできるかなって思ったんですよ。あ、じゃあ一応延長線じゃない、仕事にしようって思いがあった中で、はい、うんうんうん、あ、そうですね、はい、出た行動が世界一周だった。あ、そうですね、はい、仕事にしたかったっていうのはあります。じゃあ、まあ、それこそもう一つの数値にある、はい、人脈5というところなんですけど、はいはいはい、
それは16年間広告代理店にいたことが、はいはい、その世界一周をすることをスムーズにさせたのか、うんうん、それともほぼほぼノーアポというか、もう本当に何のパイプも16年間の過去っていうのはこう利用できてないのか、どっちなんですか？できてると思ってますね。やっぱりそうですね、それなりの方々とその仕事やってたことによって巡り合えてると思ってるので、うん、まあ、そういった方々にも助けていただきながらいろんな活動をできてるので、あ、すごいめちゃくちゃ感謝してますね、うん、過去の。でも僕それこそ23の時にバックパックをね、あのヨーロッパで3ヶ月ぐらいやってたんですよ、うん、まあ、それもあくまで僕もプライベートだったんで、その旅行会社さんとか、いろんなこう自分でこうトーマスクックって言ってね、こうあの時刻表みたいなのがあるんですけど、それを見ながらこう自分でスケジュール立ててってやってたんですよ。大変。だけど世界一周って、ちょっと文明というか、もうカルチャーが違うところへ飛び立ってかなきゃいけないし、ピースボートみたいに、なんかもうある程度コースが決まってて、そこをね、ある程度もう大枠の人がこうアテンドしてくれて、中で遊ぶ経験するじゃないじゃないですか、世界一周って。どうやったんですか、単純に。あ、でも、案外結構計画はしっかり立てたので。あ、立てたんだ。あ、そう、立てないとね、いけなかった。なんですよ、ちょっとびっくりなんですけど。え、どういうことですか、立てないといけなかったって。なんて言うんだろう、私はテーマを決めて旅をしたので、その要は幸福度ランキングの高い、あの国を巡るっていう旅をしたの でしかもいろんな方にこうお話を聞きながら回るっていう旅だったので、要はじゃあここのヨーロッパのここの国に何週間いてっていうのを全部スケジュール表に落とし込んでったんですよ。結局そう、話聞けないとさ意味がないから、うん、なんかってなってくるともうなんか全部さ逆算していくしかなくて、うんうんうん、でじゃあこの時期にその例えばじゃメキシコ行きますんで、あのお話ししてくださいねとかいうのを全部アポ、まずなんかある程度のアポを取らないと私の旅は成り立たなかったので、ただそのホテルとか飛行機とかあの電車とかはもう全部その場で取ったっていうのは、もう携帯が今便利すぎて、全部あれでできるんですよ。なんか本当携帯と、カードがあれば、クレジットカードがあれば本当にどこでも行けますね、うんうんうん、説得力あるわ。なんかもう本当にそう、全部その場で撮った、すごくないですか、すごいね。僕の時そうそう、あの地球の歩き方だったからね、もう本当考えられない。だから観光地行くときもだって全部調べればさ出るしさ。うわー、めちゃめちゃ羨ましい。僕のときもわざわざあの、エクスチェンジの換金所に行って、毎回国の、紙幣に変えて、それからあの電話ボックス行ってっていうのを必ずやって、こうあの地球の歩き方でアポ取ってみたいなね。そうすごいと思う、そうやってた人たち。そっか、時代違うとそんなスムーズだったの。めっちゃそうですね、便利でしたね。まあたまにはそのなんだろう、お金とかでカードで行けないとか、あとその事前になんか、なんだっけ、ビザか、いる国もあったんで、そこはちょっと直前になって知って焦ったところもあるんですけど、そこさえ見とけば全然行けますね、それは行った場所が幸福度ランキングイコールある程度その豊かな国だったとか都市だったとか、そういうこと、いわゆるこのカードキャッシュレスで何でもこなせるっていう、ある程度ハイソサイリティな場所に行ったとかが理由とかじゃなくて、違う。だってアフリカも回ったし、どこでも行ける今。アフリカもキャッシュレスなの？キャッシュレスで、まあ、ちょいちょいやっぱりそのお金いるとこはあって、やっぱりそういったやっぱりアフリカとか中南米とかは必要なので、やっぱりさすがに下ろしてはいくんですけど、でも別になくても全然なんか、基本カードで行けるとこも全然あるし。じゃあ日本の方が不便なんだ。なんかそれは思ったかも。はい、遅れてるんだね。もう本当にヨーロッパはなしで全部いけるぐらいの。なんだそれ、そんな簡単。俺らあんな重たい分厚い本持ってバックパックの中入れてってやんなきゃいけなかった、それがもういらないんだよね。そうなんですよ、本当にいい時代ですよね。でもちょっとその中で疑問が2つ出てきたんだけど、はいはいはい、まずなぜ幸福度の高い国を選んだのかっていうのと、あともう一つはその現地で予定を立ててアポ取ってお話しするっていうふうに言ってましたけど、その相手誰っていう。
この2つな何なんですかこれ。なんかなんだろう、その異世界一周っていうのは、あのなんだろう、はまず初めあったありきで、でなんかやっぱりそのなんていうの、ある程度のまあ年齢だし、何かそのテーマを決めないと、うん、なんていうの、お前何やってんだって感じになっちゃうなと思って、うんうんうん、なんか得るものが欲しい。でじゃあなんかテーマでいろいろ考えたんですよ。なんかね、ジェンダー喋るとか。でその中で、幸福度とで教育っていうのにちょっと興味が実はあって、うん、で、で私その昔からちょっと幸福に興味があって、そのまあ世界一周する5年前ぐらいに実は一回フィンランドに行ってて、うん、まあ要は幸福度高い国っていう、ああ言いますよね、うん、はい、でフィンランドの人になんで幸福なんですかって聞きまくったんですよ、その旅に行った時に、うん、でそしたらあのいろんな答えがあったんですけど、誰もが言った答えだけが答えが一つだけあって、それがなんか教育がいいっていうことに言われたんですよね。へえ、サウナがあるからとかじゃないんだね。そうそう、まあそういうことを言う人もいるんですけど、そう、うん、全員共通した答えは違ったんですよ。教育って言われて、ではと思ってなんか、うん、マジかと思って意味わかんないとか思って、うん、で意味わかんない、ただそう、ただそのそこでそのたまんあのたまたまその教育関係者とお会いできて、でお話ししたところ、なんか日本人がその、フィンランド の, その小学校とかを見ると多分すごい驚くと思いますって言われて、うん、で何で ですかって聞いたら、もうなんかね、みんながバラバラなことやってるって言ったんですよ。要はその子を尊重する教育というか、でまあいろいろとこう年を重ねるごとに、なんか結局その要は自分も好きなこととか得意なことしか全く力が入らないっていう自分にもまあ気づいたりとか、あとそのなんか例えば世界的に活躍されてそのスティーブ・ジョブズとかイチローとかそういう偉人とかってみんな好きなことやれっていうじゃないですか。でなんかそれってなんていうの、めちゃくちゃ重要なことなんじゃないか、要は人生生きていく中で何よりも大切にしないといけないことなんじゃないかなってなんとか思った時に、うん、日本の教育ってこう、ね、前習いで大丈夫かなっていう思いがこうなんか出てきていて、なんか結構その興味がそっちの方に移ってたりとか、うん、あとその、まあ、教育っていうところで言うと、まあ、私日本 の, その歴史の仕事をやってたの で,、うんうん、でまあ、その時に日本人ってそのやっぱり秩序正しいとか奥ゆかしいとか結構そういうところが世界で評価されていて、私もそれすごいなと、うん、でどっから来てるんだろうってめっちゃ調べた時に、結構江戸時代の教育から来てたんですよね。なんか戦国時代までは結構野蛮だったんだけど、江戸時代のそういうまあ儒教とかそういった教育で今の日本人 の, そのバックボーンになってる。でそう考えると教育ってなんかすごくないと思って、なんか、うん、だって日本人のなんかなんていうの、性格みたいなものを作ってるし、フィンランドでもなんかそういう風に教育とか言ってるし、でそこで教育っていうのとその、まあ、子を尊重するっていうのがなんかこう結びついてきて、頭の中で、じゃあその幸福国って言われる国の教育っていうのを 見たいなと思ったんですよ。どうなってんだろうな。フィンランドは、まあ、幸福国であって子を伸ばす教育をやっていて、で他の国ってどうなってんだろう。でもし同じような子を伸ばすことをやってるんだったら日本すごいやばくないか、じゃあなんか日本になんか言った方がいいんじゃないかみたいな、なんか思って、うん、で調べたいと思って、幸福度ランキングの高い国の教育を、まあ、リサーチするっていうテーマで回ったんです。はイスラエルって高いんですよ。なんかちょっと意外ですよね。いろいろ意外だね。そうなんです。コスタリカは、うん、マウイの国がドンパチやってるんだけど、めちゃくちゃ幸福度高い、うん、不思議な国。あ、フィジーとか衝撃ですね。幸せかどうですか、どうですかって聞いた時に、はい幸せですって言った国なんですよ。あ、それ理由とか関係なく、うん、